どこほっつき歩いとんねん、まこと。どういうこっちゃ。どこの組のもんや。渋沢組だ。渋沢組、うちの雇った鬼人会、てめえのおかげでさんざ下手打ってな、仕方ねえから消す羽目になっちまった。お前らが西谷を手間かけさせやがって、いい加減目障りだぜ。誠はどないした。あの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな、丁重にお迎えしてやったよ。なんやと。あの子が自分から渋さんに連絡したっちゅんか。振られちまったな。今頃親父は女を堂島組長に差し出してる。しかし女ってのは分かんねえもんだな。あいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよ。しつこく付きまとってくるから追い払ってくれってよ。堂島組長と女はどこで会うん。関係ねえだろ。お前の行く先はあの世なんだからな。あの子は俺を呼んどるんや。せやからお前らをここに起こした。はあ？あの子はどこにおんねや。やっほー！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 女はどこや。そら、はよ言えや。
嫌な他のもんに聞く。その前にお前には死んでもらうけどな。はよ言えや。六本木セバスチャンビルの展望テラスだ。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一壺の件で俺に話があるって。土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か。お金はいくらでも結構です。ただし、これまで空の一壺に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで、あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが空の一つをお譲りする条件です。おい、誰か来るぞ。ああ、一人が誰だ。ありゃ、ま、真島。渋沢組が始末したんじゃねえのか。真島、黙れ。これうっさいわ、ボケ。え、お前らに構
まってる暇はないよ。道明けな血見るだけやろ。さっさとどかんかい、ボケが。Yeah!
おい、誠、聞こえるか？しっかりせえ。おい、俺がわからんのか？返事せえや、誠。ごめんなさい。誠、私だけじゃ、ね、何もできなかった。またあなたに迷惑。もう喋らんで。お願い、聞いて。あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。かわいい子分の首で土地を買えと？俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うにだ、あの殻の一つぼって土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザを舐めちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一壺があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を死なせるな。
どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。誠、おい聞こえるか。死ぬな、死ぬんやない。お前の望みは俺が叶えとるから。せやから頼む。東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていった。しかし神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。いつまでかかっとるんや。終わったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは。あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと。という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り
あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。カムロ町再開発計画、今までさんざ殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日教連、奴らの陰で糸を引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さない限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。俺は徹底的にやらせてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか、キリュウ、ニシキ、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、ケリュウ、お前、真島五郎って男、知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って、柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立花のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。知らねえ番号だ。誰からだ。
おい、無視かよ。そっちは日教連の世良だ。世良さん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。お前と差しで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。堂島組は今もお前を探してるぞ。